いいう法律でですすすね。すごく怖そ、ね、れから10月15日にはですね「校外学習の行政処罰についてのが暫定弁法」という法律も施行、えー、ですね。でこれどういうことかというと、えー、2年前にですねあの塾禁止令とゲーム規制令っていうのをやったんですね。で学習塾禁止、えー、ゲームもですねこの金土日の夜8時から9時しかやっちゃいけない。 し,しちゃったんですね。で、その代わり習近平思想を学びなさいと小学校3年から必修に科目にしたんですね学校で大学までずっとあります習近平思想。ででもですね上に政策あれば下に対策ありででしてですねあの学習塾を禁止するとですね学習塾どうなったかというとこれ喫茶店に変わっちゃったんですねカフェですカフェ。でカフェでですね あのこうあのそこにですねあの子供たちがやってくるわけですカフェの客ですでコーヒーとかオレンジジュースとか注文するわけですねでそれでこう喫茶店ですからこのこう渡していくわけですねあの飲み物渡して「はい授業始めます」って感じですでここはあくまでも喫茶店ですみたいなですねそういうことが起こし始めたなのでもうこれ絶対許さんということでですねこのそういう人たちをもう全部取り締まると。 いうような法律が施行になるということででしてですね、えー、これはこのやっぱり収金ペースをもっと徹底させていくんだということになるわけでございますね。でやっぱりそのあの国家とかですね、社会の安全というのはそれは治安とかですね、そういうのはあの日本でもそうですけどそれは非常に大事です。大事なんですけれども、あまりに上からですねこう強制しだすとですね、やっぱりこう。 の言えば唇寂し、秋の風で出してですね、やっぱり日本…